さん、こんばんは。昨日もとっても今日も楽しいレッスンでございました。線路は続くよ、どこまでも。良い子の皆さんは、虫が苦手な子もいますが、害は決して与えません。子どもたちの能力を引き出し、ピアノが楽しくなる、これが一番だと思っております。だるまさんが転んだ。発狂、残った残った。三拍子のワルツも楽しく、ぶんちゃっきゃ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 。練習が苦手なお子様は、楽しく、黒鍵だけで、自由にオリジナル曲を作ってみたり、好きなことを歌詞にして、簡単なトニックドミナントで曲を創作してはいかがでしょうか。とっても楽ちん。簡単なコードでいろんな曲ができます。それでは、また。